壁に当たります。拾ってえぐって折り返しボレー、沢上のボレー、先制はセレッソ大阪 U23。 セットプレーの流れの中から先制点を取ってきました。これが初ゴールになりました。沢上セカンドボール拾った小野沢の突破から見事なボレーシュート、お手本のようなしっかりと抑えの効いたボレーシュートでした。小野沢のアシスト、最後は沢上です。